シナダイ王国史より、漢字の説明不安ゴンサーレス・デ・メンドーサは、スペインのアウグスチの改修同士、司教。16世紀ヨーロッパで書かれた中国に関する代表的な専門書である、シナダイ王国史の著者として知られる。ゴンサーレス・デ・メンドーサは、スペイン北部のトレシージャ、エン・カメーロスに生まれた。はじめは軍人だったが、後にアウグスチの会に入った。1583年に教皇グレゴリウス13世の命を受けて、中国に関する資料を収集し、その結果をシナダイ王国史として1585年にローマで出版した。1593年から1599年までリーパリ島の司教だった。1607年にメキシコのチアパス司教、翌1608年にヌエバグラナダ王国のポパヤン司教に任命され、没するまでその職にあった。シナダイ王国史は16世紀を代表する中国研究書であり、1585年に初版がローマで出版され、翌1586年にリスボンで改訂版が出版されている。16世紀のうちに12版を数え、イタリア語、ドイツ語、英語、フランス語、ラテン語、オランダ語に翻訳されている。シナダイ王国史は2部に分かれる。前半は概論で、中国の自然、宗教、政治などについて述べる。後半は明に短期間滞在した3人の宣教師の旅行記である。ゴンサーレス・デ・メンドーサは中国に実際に行ったことはなかった。シナダイ王国史の主な資料源は、ジョアン・デ・バロス、アジア史、第3編とベルナルディーノ・デ・エスカランテの著作で、第1部の構成は、エスカランテによる。バロスや、エスカランテも他の人物による記録をもとに著作したので、メンドーサは孫引きしたことになる。17世紀になって実際に中国に派遣された宣教師の著作が出版されると、シナダイ王国史は時代遅れになった。しかし、長く続いた西洋人の中国に対する理想化された見方は、シナダイ王国史によって作られたところが大きい。日本語訳ゴンサーレス・デ・メンドーサ、シナダイ王国史、長男実、矢沢俊彦役、岩波書店、大航海時代草書、1965年。中国語訳、門多薩、中華大帝国史何田和美分、中華書、局、1998年。ありがとうございます。